大阪阪急梅田までの降車停留所は京都二草、京都一丸、名神大山崎、名神高槻、名神茨城、千里中央、千里ニュータウン、新大阪でございます。なお途中乗務員交代のため何箇所かのサービスエリア、パーキングエリアなどへ寄りますので、ご了承のほどお願いいたします。またご用の方はお早めに乗務員にお知らせください。お客様にお願いいたします。車内は全席禁煙になっておりますので、車内でのお楽しみはご遠慮願います。走行中危険回避のためやむを得ず急停車することや大きく揺れることがありますから、シートベルトをお付けの上、車内事故の防止にご協力願います。車内では他のお客様にご迷惑がかかる行為はご遠慮願います。特に携帯電話の使用は周囲の方にご迷惑にならないようご配慮願います。お客様にお知らせいたします。この車の非常口は後部右側にございます。赤い枠を外しハンドルを矢印の方向に回しますと扉は外に開きます。異常の場合以外はお手を触れないようお願いします。なおトイレも車内にございます。また車内設備などの説明書は座席前のポケットにございますのでご参照願います。では狭い車中ではございますが、ごゆっくりおくつろぎください。お待たせいたしました。本日は京都から大阪行き阪急高速バスをご利用いただきましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。走行中危険回避のためやむを得ず急停車することや大きく揺れることがありましたら、シートベルトをお付けの上、車内事故の防止にご協力願います。車内では他のお客様にご迷惑がかかる行為はご遠慮願います。では狭い車中ではございますが、ごゆっくりおくつろぎください。ひじ掛けが下がり、出入りが楽になります。
車内に備え付けのカーポットには温かい飲み物をご用意しています。日本茶のティーパックおよびインスタントコーヒーがございますのでご利用ください。ただいまの説明で大体お分かりいただけましたでしょうか。車内トイレは中央の階段を降りたところにございます。中央階段にはカーポットと冷水機、引き出しの中に日本茶のティーパック、インスタントコーヒーが入ってますので、どうぞご自由にお食べください。カーポットの湯ですね、かなり熱いですので火傷には十分ご注意ください。バスはこの先ですね、中央道石川パーキングへ向かっております。お休み前のトイレ休憩、石川パーキングで約10分間ですが予定しております。車外でのトイレ休憩は本日は石川パーキング、明朝は名神高速道路滋賀県の草津パーキングですね、2カ所で予定しております。